えー、皆さんこんにちは。レック東京リーガルマインド専任講師の竹山茂です、えー、これは合格答案作成講座という、えー、講座の説明動画になります。えー、合格答案作成講座どういう講座でしょうかこれ一言で言うとですね論文のの対策の講座ですいろんな教材があるんですけど一つはこの合格答案作成講座問題集、えー、これがメインの教材になっております。でこれはこのようにね 論文の問題がついているで、論文の問題と、えー、回答例がついているでこれをどんどん解説していくという講座になりますじゃあ具体的にどんな問題があるんだどんなことをやるんだあと一番気になるのはどんなメリットがあるんだということですよねちょっとそれをですね10分程度ご説明させてください、えー、合格答案作成講座です でまず予備試験、司法試験もそうなんですけど、論文式試験が命というお話をさせていただきます。えー、例えば予備試験という試験はここに書いてる通り、単答式試験、論文式試験、口述式試験があります、えー。平成29年度の予備試験のデータを用いて私が合格率というものを計算してみました。で単答式試験は受けた人数でから合格した人数を 計算すると約21合格していますでに論文式試験これ担当合格者が受けますよね受けた人数のうち21%が合格する。で講述式試験が約95%合格する。なので、まあ、0.21×0.21×0.95 で大体いい予備試験の合格率は今4%ぐらいです。 あの私が受けた頃はねあの論文の合格率がもっと、えー、20%より低かった10%ないしそれ以下だったので、えー、まあ2%以下まあ1%から2%ぐらいだったんですけど、えー、予備試験合格率は年々上がってますじゃあこれ見るとねあ担当も21%論文も21%だから担当と論文バランスよく勉強すればいいんじゃないかと思った方違うんですよこちらの下見てください米印のところ あの担当式試験は誰でも受けられるんです言い方悪いですけど箸にも棒にももも棒かからなないいような人も受けています一方論文式試験は担当式試験の合格者これ相当な合格者ですよきっちり知識がある人しか受けられない。つまり担当式試験はいろんな人の中から2割受かる。論文は担当を受かるぐらいのしっかりとした知識がある人の エリートです。エリート精鋭の中から2割しか受からない論文の方がはるかに厳しいんですよ。しかも論文式試験はだから本当の実力がないと受からない募集団も強烈ですししかも各試験でです。す。ごまかかし効かないですマークシートだったら何となく当たったってありますよ担当式試験でも論文はごまかしが効かないということで本当の実力がないと受からないんです で、論文の学習法、どうするか。で、現在の予備試験、中方試験、は事例問題が中心です。えー、事例問題っていうのは、すごく短い事例になるとこんな感じ。あの、本当はもっと長いですよ。でも、昔の旧詩の問題ですけど、A は代理人 C を通して B から土地を購入したが、A は自己名義をするのを嫌って C 名義に転倒給をし、そのまま数年終わった。 その後 C は D から借金しその土地に抵当権を設定した、えー、右借入金債務不履行のためその土地が競売され E が経落した E は所有権を取得できるか、まあ、こんなのが事例問題で予備試験の実際の問題をもっともっと事例が長くてパッと映しますけど予備試験は短いもんでもこれぐらいの長さはある、まあ、たださっきのやつを長くしただけこれが事例問題です実際の現実社会のトラブルにありそうな事例が出てくるで その事例問題が中心なんですけどで論点っていうのは法律上の問題点何が問題点かを理解し条文を指摘する。で解釈が必要な箇所は解釈を展開し事案に当てはめをする必要があります。なのでまとめると丸一番「論証というものを書けるようにする訓練」。 論証というのはこれね、典型的な問題点を集めたものがあるんですね。それに対して、えー、答えを、えー、つけていくという作業になります。ちょっとお見せしましょうか。実は合格答案作成講座、論書集もバッチリついておりますし、えー、私のクラスは竹山のオリジナル論証集というものもお付けしております。例えばですね、すごく、えー、あっさりしたものからいきましょう。 えー、1この論証集のね1ページ目のこれしましますね。意無能力者がした法律行為の効力無能力者」これはですね泥酔者とか赤ん坊とか自分が何してるか分からない人だと思ってくださいがした法律行為契約なんかが定型例ですの効力をいかに返すべきか明文規定がないため問題となるつまり民法の明文には例えば泥酔して意識がない人がした契約の効力っていう規定がないんですよ。となると。 この人がした契約の効力、有効なのか無効なのかというのを解釈しなきゃいけないんですよね。その解釈について一定の理論を示した、理由付けと結論を示したものを論証と言います。ちょっと見ていきましょう。私的自治の原則は、自己の意思に基づく権利義務関係の形成を尊重するものであるから、行為の意味を理解することのできない状態で行われた言動に意思表示としての価値を見認めることは妥当でない。って,って書いて、 そうだとすれば、法律行為の要素として当社に意思能力が必要であるから私的自主原則から当然の規決である。でちょっとまたは飛ばしますけど従って意思能力を書く場合法律行為は無効になるこれが結論ですね。結論をを理由をつけて示すでこれはあの司法試験の現場予備試験の現場で考えてると時間経つすぎるんですよだからある程度覚えていく必要がある。なのでこの論証を覚えて書けるようにしないと意味がないので論証を書けるようにする訓練が必要です。 でさらに、次案に論書を当て,はまる当てはめる訓練論証は抽象論ですそれを具体的な次案に適用する訓練が必要ですさらに三、答案例を見て答案の形をイメージする司法試験の答案予備試験の答案長いです答案の形のイメージができないと書けませんさらに四は実践的な対策です素早く答案構成し何を書くかを、えー、白紙にね書いて実際に答案を書く訓練 でさららにににに応応用的なな訓訓練練としてて未知の論点にも対応でききるるようにすすこれらが必要っまじゃあその論文対策としてレックはいろんな講座を用意してます。でこれに関してこれあくまで私竹山の解釈ですけどえ分類してみました。でレベル0これ問題のレベルとしては論証を覚えて吐き出す。これはね論証を覚えてればとにかく解けるレベルです。 でも身につけるべき力は論証を書けるようにする訓練。これものすごい大事ですよ、でも。ものすごい大事です。プラス、事例問題で簡単な当てはめができるようになる力です。で、レックでは論文基礎力養成当練というものをご用意しております。で、レベル1。これが今回の合格答案作成講座になります。これは標準的な事例問題、休止レベルです。で、論証プラス複雑な当てはめ、少しだけ思考力、事例処理え、いろんな力を身につけていただくレベルになります。レックでのごえ講座は合格答案作成講座。 あの中小級といって司法試験直前期の方は論文インプットアウトプット講座というものもございます。で、レベル2に来ると予備試験、論文レベル。 本格的な事例問題の処理ができるこれはハイレベル論文等例レックでの講座には対応しますで、あのこのレベル1の,の合格答案作成講座に関しても予備試験の過去問はつけてありますただこれだけで予備試験には対応できませんので予備試験論文レベルはレベル2になりますで、レベル3は複雑な事例問題新司法試験論文レベルになります 厚い当てはめができる未知の論点への対処法を身につける。これは新司法試験用の論文パーフェクト討論というものになります。このように合格答案作成講座は、えー、予備試験論文レベルの下、でも一番基本的なものをやや上という位置づけになります。じゃあ合格答案作成講座の目的いきましょう。でまず丸 ① 番、えー、理解が不十分な論証の解説いたします。でこれは本来レベル0の段階なんですけど、論証を覚えて大変なんですよ。 だから最低限ののフォローはこの講座でもいたしますで2発展的な論点の解説これ逆に REC の入門講座とかあのレベル0の論文基礎録養成討論では、えー、あまり解説されてないところこれはねちゃんと解説します。でさらにん問題文の読み方問題文への切り込み方これもできる限り、えー、お伝えします。 あの先出しになっちゃいますけど私の講義の解説は私がまず一緒に問題文を読んでいきますそして問題文を読むにあたって何を考えながら読んでいるかもお示ししますそうすると皆様はですねまあ一部ですけど私と一緒に試験会場に行って論文問題を解いているようなシミュレーションが一部ですよ一部できるわけですその経験っていうのは体験っていうのはね非常に重要になります で4事例処理ののののの仕仕方方方当ててはめの仕方6コンンパクトの論文の書き方特にに星ががい,いるのがメインになりますでこのレベルの問題が解けないと合格答案作成講座のレベルの問題が解けないとレベル2予備試験レベルの問題にステップアップできません最も力をつけなければならないレベルになりますなのでここが一番頑張りどころその頑張りどころをサポートする講座になってます え講義の進め方、私は後方系・民事系を担当します。え刑事系はソニマチ講師が担当しますので、若干異なる部分がございます。えあくまで、これ私の竹山の担当パートになります。まず丸 ① 番、皆さん予習をしてきてください。問題文を読む。そして、できれば答案構成をしてきてくださいえ。答案構成の仕方はですね、最初の講義でえお示ししますが、あのー 予備試験の問題の、司法試験の問題で長いので、何を書くか過剰書きメモみたいのを作っておく必要があるんですね。作らなくてもいいんですけど、作っておいた方がブレない論述ができる。えそれが答案構成になります。で余裕があればあの、実際に答案を書いていてももちろん構いません。で、丸に講師が問題文を読み、実際に講師が何を考えて問題文を読んでいるかを見せる。で、丸3、講師の答案構成例、一部の場合ありえを,を見せます。 もちろん、講師の答案例はいつもあるわけではありませんが、重要なものはお示しします。その場で、あの、講義の場で作ることもあります。で、論文の回答例を読んで、良い部分、悪い部分を指摘します。で、論文の回答例を、あの、司法試験の講座でよく読み上げるんですよ。これ何の意味があるかというと、まず一つ目は、あの、正解じゃないですけど、合格答案のイメージを作ってもらう。 あの司法試験の正解って1つじゃないですよいっぱいありますけどえこれは大丈夫なんだよっていうこの正解の範囲に入った答案のイメージをお示しするこれが一つありますもう一つが回答例から盗む <coughs> あの書きにくいなって部分は良い答案から書き方を盗むんですあるいはこれすごくいいなって思うところはそこも盗むこれが論文力向上の秘訣になりますさらに丸る論証や論点の解説は私が適宜織り交ぜていきます で使う教材なんですけどまずメインは合格答案作成講座問題集。えー、これすごいですよ民法だけで94問さらに予備試験の過去も入れれば100問の問題があります100問の論文の問題を解いたらだいぶ力がつきますよで、えー、これの問題は基本的には事例問題、まあ、旧司法試験レベルが多いんですけど えー、これ平成22年の旧司法試験ですね事例問題を載せて、えー、あとは回答例がついてるだけというシンプルなテキストになりますただ答案構成例や論点の解説なんかは講師が講義をしていくという講座になってます100問解けばかなり力強いですこれ民法だけですよ他の科目はもっとあの他の科目の問題数入れてますよ民法だけで100問解きましょうでさらに論証集ちゃんとついてます 先ほど覚えなきゃいけなかったって言った論証集ちゃんとついてます。で、問題提起論点があります。さらに、私の竹山パートは私のオリジナル論証集もプラスしてお付けします。どちらか好きな方を使っていただくということになります。あの、私の講義では私の論証集の方で解説していきます。さらに。覚えなきゃいけない定義というものがあります。定義集までお付けしてあります。 で、これが結構ね、役立つこともあります。特に担当対策にもこれになります。眺めてるだけでね。えー、結構お得な講座になってますし、あの、一番必要なレベルの講座なので、ぜひね、ご検討していただきたいと思います。で、最後によくある質問お答えしましょう。はい、えー、いきなりこの講座を取ってもよいですかという質問があります。 あのレ,ックのレックじゃなくてもいいですよ他社の入門講座を受講したあるいは法学部やロースクールの講座を受講したなど法律の基礎的なインプットができていれば OK ですただ法律の基礎的なインプットというのはあくまで司法試験に通用するレベルなので例えば行政書士の口座を取りました司法書士の口座を取りましたそのレベルではだあのダメですあの一応司法試験の入門講座とか、えー、あるいはね司法試験に準じるようなレベルの口座を受講したこれだったら OK です しかし全くの初学者勉強したことないよって方は入門講座から取っていただく方がいいと思いますあのいきなりじゃ司法試験の問題解けないですからまずはインプットですただインプットある程度やってきた方はいきなりこの講座でも大丈夫ですで先ほどレベル0の話をしましたえレベル0の論文基礎力要請答練を取ってから受講した方が良いかこれ意欲ある受講生なら不要です入門レベルの段階が終了してれば OK ですただ 本当に論文自信ないからステップアップしていきたい時間にもお金にも余裕があるという方は論文基礎力養成等連からやっていただいても構いませんでこの講座を終えるとどのくらいのレベルに、えー、基本的にはロースクール奇襲者入試に対応できるレベルにはなります予備試験までは、えー、もう一歩ですほとんど予備試験レベルには、えー、到達しますけどあともうちょっと等連で各練習をしないと予備試験レベルにはいかない、えー、そういうことになりますただ扱っている問題は当然予備試験の過去問もありますし、えー、レベルは広いです だから、基礎的なレベルから予備試験レベルにまで引き上げるえそういった位置づけの講座だと、えー、考えてください。で実際にですね、えー、使う問題集とか見たいという方はですねお近くのレッグの各本校に行けば、えー、あることもございますので是非、えー、お問い合わせください。 この論文、失礼しました合格答案作成講座をですね、ぜひ受講していただいて、あの、広報系と民事系は私、竹山が担当します。刑事系は反町講師が担当しますえ。非常にですね、いい講座になっておりますので、ぜひこれを取っていただいて、予備試験やロースクール、あるいはですね、司法試験の合格を目指してください。それでは合格答案作成講座の説明会、これにて終了いたします。お疲れ様でした。